続いてですね次のあのパネリストの方にご登壇いただきたいと思います同じまあ湾岸のご専門でおられますけれども堀抜康二さん日本エネルギー経済研究所の研究員でおられます湾岸アラブ諸国におけるコロナ禍の状況ということでお話をいただきたいと思いますそれでは堀抜さんよろしくお願いいたしますはい、えっ、ー、と堀抜ですよろしくお願いいたします えっと、すみません。えっ、ー、と、今映ってますでしょうか。はい。えっ、ー、と、ただいまご紹介に預かりました、堀牟です。えっ、ー、と、今日はですね、湾岸アラブ諸国におけるコロナ禍の状況と、えっ、ー、と、あとちょっと付け加えたんですが、まあ、移民という題して、えー、お話をさせていただきます。 えとまずはじめに、ですねあの前回とか前々回ぐらいでしたっけ、えー、とそのコロナの話をしたので、少しその湾岸におけるそのコロナの状況をアップデートしながら、ですね、えー、とこれがまあ移民に対してどういうような影響を与えているのかということについて見ていきたいと思います。えー、とまずですが、まあ、世界的にそうですけれども、なかなかこのコロナの状況があの、まあ、収束に向かってるとは言い難い。 ですねえー、収束するには、まあ、まだまだ時間がかかる、そういう状況です。えー、と統計を見ていくとです、ね、比べて毎日出ているその新規感染者の数ですとか、えー、陽性率ですとか、死亡者数自体はまあ減少傾向ですけれども、えー、完全にその、えー、封じ込みができたということは、 えま,で, <laughs> 言えませんで、えー、各国ともですね、えー、まあ、とにかくですねあの、ソーシャルディスタンスを取りなさいですとか、えーまあ、手洗いとかあの、消毒をしっかりしましょうといった、そういった啓発活動ですとか、あとは、まあ、人の移動の規制ですとか、社会的なあ活動の規制をする。で、えー、徹底的に検査をする。で、3日あったら隔離して治療をする。まあ、それによって、えー、なんとかまあ、 封じ込めていこうというのをどうしています。えー、例えば、この右側にですね、えっ、ー、と、カタルの内務省がですね、あのー、まあ、接触確認アプリっていうのはですね、確か5月の末ぐらいから導入をしてですね、えー、国民ですとか住民にですね、導入が義務付けられてい,、えー、います。えっ、ー、と、で、 まあ、いろんな、あ外国人がいます。本当に国籍も多様ですし、えー、人種も多様ですが、カタールの場合は9割ぐらいが外国人、えー、労働者というふうに言われています。で、まあ、その人たちに向けて多言語でですね、あの、ポスター,あーとか、その SNS 上で、あの、このアプリを入れなさいっていうような、ああ、形でですね、あの、アナウンスしています、例えばこれは、えっ、ー、と、おそらくルール語かなと思いますが、それ以外にも、あの、タガログ語とか、えー、タミル語とか、いろんな言語でのその、えー、広告が用意されています。 で、えー、とこの,、まああのアプリで,です、ね、あの何て言うんでしょうか、感染、接触した疑いがあるとか言ったら、あの家になさいとか、そういったあ命令になりますし、えー、従わないとですね罰金、えー、ですとかあ、制裁が加わるというようなあ感じになっています。<laughs> ちょっとデータを見ていきたいんですが、えっ、ー、と、こちらはですね、えー、Our w o ワールドインデータというかなり包括的な、あの、このコロナとかそれ以外のデータを公開しているサイトがありますので、そちらから、えー、本日はそのデータをお借りしています。まず、累計のですね、えー、新型コロナウイルスの感染者数の、こ、えー、から見ていきますが、あのー、まあ、見ての通り、まあ、3月以降、特に4月に入ってから、まあ、どん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 、えー、なんでしょうか。 え、感染者の数が増えて倍々倍になっていくようなあ、そういう状況になります。えっと、その中でもですね、やはりこの湾岸アラブ諸国の中で一番人口の多いサウジアラビアでのその感染者数の数っていうのがあ多い状況です。またですね、えー、カタール全体 総人口は280万人とかなんですが、あのまあ、その人口の割にはです、ねえー、10万人を超えるような累計感染者数があいたりします。でえー、と地域の中では UAE が1月末に初めての,その感染者数を、えー、感染者のを確認していますが、えーとまあ、そんなに急激に、他の国に比べると急激に増えるわけではなくて、まあ、それでも各国ともですね、まあ、5万人を超える、まあ、なかなかの、えー、数になっています。でえー、と日別の 感染者の数を見ていきますと、まあ、このような形になります。あの 最初に確認された日を、まあ、ゼロとして、えー、としていますが、まあ、あのサウジアラビアですと、ですね一駅では、まあ、1日4000人を超えるようなあ感染者の確認がなされています。あと、ですねこれ、えー、色別でですねその、えー、陽性率ですね、検査にの、えー、検査に対するの陽性率を示していますが、やはりこの、えー、と中間の地点では、ですね非常にまあ陽性率の高い。えー 社会的に非常にその感染者の数が増えている状況を、えー、裏付けています。まあ、ただ、それはです、ね、今、収束の方に向かっていますが、完全に進化しているわけではありません。えー、こちらはです、ね、死者数です、ねえー、の累計を示したあ数になります。えー、やはりそのサウジアラビアの数が最も多くて3500人を超えています。まあ、それ以外の <laughs>、えー、国は、ねまあ、1000人にはいかないですが、えーまあ、それでもそこそこ人が亡くなっています。 で、また、こちらは、えっ、ー、と、その、なんだろ、えー、1日ですね、日別での、えー、死者数の数ですが、あの、まあ、サウジアラビアがですね、1日当たりその50人を、えー、超えるような死者を発生させて、えー、います。えっ、ー、と、まあまあ、最近は、あの、えー、死者は出ていないですが、あの、まあ、UAE とかクエストとかカタールとかは、えー、まだダラダラ、だらだらと、亡くなっている方がいらっしゃるよう、そういった状況です。 でえー、とこういった、まあ、状況なんですけども、えー、とそれでも、あのやはりそのです、ね、経済と社会的な活動をどうやって両立させていくのかということは、あの非常に大きな問題になります。あの日本もそうですし、あ,のまあ他の国もそうですし、やはりその経済を止めてしまうことによる、えー、メリット、デメリットですね、でそのコロナを封じ込めることができるけれども、あの経済が成り立たないといろいろ困るということなんですが、比較的 <laughs>、 UAE なんかはですね、えー、その辺の両立をし始めたんじゃないかなということがあ言えます。えー、とこちらはですね、先ほどの,あの同じサイトから持ってきたものなんですが、えー、まあどれぐらいその政府があのまあ厳しい規制をしているのかっていうのをですね、例えば学校をその再開するかしないかとか、まあ、そういったものをインデックス化して、えー、各国並べてみたものです。まあ、単純にそれれれぞのの規制ががどれだけけ厳しいいいかっていうのを比較ででできるわけではなんす ちょっとイメージとして、えー、捉えていただきたいと思います。えー、とその1月の初め頃から、まああの、世界的にコロナが流行し始めたあ時はですは、ね、まだそんなに厳しい規制、各国とも通っていませんでしたが、やはり3月以降、3月から4月にかけてです、ねあの、ちょうど4月の下旬だとラマダンが始まる時期ですが、まあ、非常にその一気に、えー、社会的な規制を強化し始めています。でその後、まあえー、概ね その厳しい規制を維持しています。オマーンなんかはですね、結構その感染者が増えて、なかなか低下しない状況ですので、まだ厳しい規制を維持していますが、一方で UAE なんかはですね、この7月ぐらいからは、徐々にこの規制を解除していますで。特に大きなものとしては、ドバイなんかはですね、観光客を受け入れ始めています。あの実際にその、えー、と飛行機に乗る前に PCR 検査をして、えー、陰性が確認されたら、 あ乗るとか、ですね到着後にそのチェックを受けて、ですね問題なければあ自由に動けるとか、そういったまあ仕組みを作って、えー、やっています。<laughs> さて、えー、とこの、えー、コロナ禍に対して、まあ、移民がどういうようなあ立場に置かれているのか、まあ、具体的にはです、ねえー、とこのっ、えー、との石井さんと児玉さんの報告の方が詳しいと思いますが、えー、一つ言えるのは、ですねやはりその、えー、脆弱な立場に。 置かれているうに、今回の移民というのは、ね、まあ、改めてです、ねあのまあ、非常に弱い、しかもまあ厳しい状況にさらされているんだなということが、改めて露呈したというのが、このコロナあの状況だと思います。えーとまあ、重要なこととしては、ですね、えーとまあ、原則的に、えー、その移民に対しては、ですねあの各国政府、保健当局は、ですね、まあ、コロナ検査ですとか治療を、えー、無料で行っています。公立の病院で、えー 治療を受けることに関してては無料で行っていますあの、まあ、指定、日本でもです、ね、確か指定感染症ですと、あのそういったその治療なんかは無料です、なんでかというと、あのまあ、病気持ったままお金がなくて、えー、その治療を受けられなくて、そのままそのばらまかれるとです、ね、いろいろ問題になるからですので、あのまあ、公衆衛生の観点からは、まあ、非常に正しい対応ですし。まああの 当然取る、捉えるべき対応であると思います。で、えー、と送り出し国とです、ね、連携しながら移民の、まあ、保護に取り組んで、えー、います。で、えーと、特に問題になるのがですね、あのまあ、失業してです、ねあの、国に帰らなければいけないというような状況があ生まれたことです。あの湾岸諸国はです、ね、あのビザがあ,ありますが、えーまあ、就労ビザですね、えー、就労ビザとその居住許可というのがほぼあのむあのタグ付けされてむあの、タグ付けというか、まあ、ワンセットになって いまして仕事がないとまあ即あの帰国しなければならないという、そういう制度になります。えー、ただし、今回に関しては、ですねまあ特例的な形で、ですね失業しても、一時的にそのいることは可能であったり、ですねあとはそのビザの,その期間がその例えばこあの切れてしまっても、ですねあのまあ延長することができたりとか、そういった形でえ滞在許可を行っています。あとは えとですね、送り出し国政府と調整しながら、ですね、えー、とその帰国便ですね、えー、そういったものをあの、えー、手配したりしています。えー、各国とも、ですねやはりその人の移動を厳しく制限しているので、国際便があほとんどその停止してしまいました、ドバイですとかカタールなんかもほぼ停止していましたが、あのそういった中でその帰らなければならない、まあ、そのいても仕事にならないし、お金もないし、帰らなければならないという、えー、労働者向けの便を、えー、調整しています。まあ その中で、1つ、あのすごく悲しい事件が、事故があったんですけれども、えー、ドバイ初のそのケイララですね、インドの、えー、ケイララに向かうその飛行機が、ですねあの着陸に失敗して、ま、亡くならった方がたくさんいたっていうのがありましたが、あれはまさにそのその帰国便ので,で起こった事 え事故でありました,ただ、帰ののるお金はですね本来その、雇用主が負担しなければいけないようなものなんですが、まあ、雇用主もそ,のそういったことができないということで、なんかその移民もお金もないし、なかなか帰れないというようなあ問題も出てきているようです。はい、で、えー、とこの え、問題ですが、それ以外にもですね、やはりその賃金のその支配とか未払いとか、まあ失業なんかの問題も、えー、出てきています。カタールでは、あのー、建設労働者がですね、そのドーハ市内のあの有名なスークがあるんですが、その周辺でデモ行進をしてですね、当局がまあ介入してですね、あの、行政指導を行ったというような出来事もありました。また、改めてですね、このいかにその移民、特にその低賃金で働くような人たちがですね、あのー、 ま、あ劣悪、劣悪なというか、あのー、ま、あなかなか厳しい住宅、住宅環境。 であるのかっていうことも明らかになってます。例えばその建設労働者なんかはレイバーキャンプと呼ばれているような場所にですね、一部屋でまあ、あの、8人とか10人とか、あの、まあ、ベッドをシェアしながら暮らしている、暮らしているというようなパターンもありますが、あの、まあ、密ですし、なかなか衛生的にも綺麗ではないというような問題がありますので、クラスター化するわけですね。えー、カタールなんかでも、例えばそのレイバーキャンプの、えー、多い地域ですが、あの、クラスター化してですね、あの、まあ、あの、 封じ込めされたというようなああこともありました。で、えっ、ー、とまあ今回このコロナ禍に合わせてですね、いろんなその強制対強ですとか不法な不当なあ拘束移民の拘束も行われているんじゃないかというような指摘も、えー、国際団体からああ行われています。 さて、えっ、ー、と、まあ、先ほどその松尾さんの方 <laughs> からもですね、あの、まあ、人が、えー、今回のそのコロナによって、えー、流出するんじゃないか。いや、けど、実際はそんなにも多くないんじゃないか、みたいなあ話がありました。えっ、ー、と、この辺について少しですね、報道ですとか、まあ、統計とか推測、推計を見ながら考えていきたいと思います。あの、移民とか外国人労働者とか、あ、英語でエク,エクスパッドとかっていうふうによ,よく言われますが、あの、エクソダス、 その大量流出とか流出とですねエクスパットを合わせてエクスパット出すみたいなあ、そういう造語が生まれて、えー、ですねうまいなというふうに思ったんですが、まあ、それぐらいあのなんだろうこういった、えー、形で大量流出がされるんじゃないかという見通しがいろんなところで出されています。例えばサウジアアラビアの えー、県有機関がですね、あのー、の推計ですとですね、あの、まあ、実際その1月から6月、今年の6月にかけて30万人を超える外国人が出国をしているし、あの、まあ、このままのペースでいくと、 あの今年,年末までに120万人ですね、が、えー、出国するだろうというような見通しを出しています。また、えっ、ー、と、オックスフォード・エコノミクスというですね、調査会社もですね、えー、UAE で90万人失業、最ウで170万人失業、人口の4%か10%ぐらいは減少するんじゃないかという、結構大きな数字を出しています。で、えっ、ー、と、あとはですね、報道ベースでは、 あの例えばクウェートではもうすでに15万人、16万人ぐらいが出国しているですとか、UAE ではですねあの、えーなんだ、帰国希望を募ったら50万人ぐらいがですねインド人が登録をして,て、そのうち、まあ、13万人は帰ったみたいな、そういう話があ出ています。まあ、こういった中でで特にコロナですと あの経済部門としては小売りですとか、ホスピタリティ例えばそのホテルですとか、あ客室乗務員とか、そういった部門で働いているような人たちなんかに、大きな影響が出ていますじゃあ、実際にその統計上、どういうようなことが言えるのかなというところで、えっと、毎月のですね人口データを出している国を。 少し並べてみました。えっ、ー、と、ドバイとカタールとオマーンになります。で、えっ、ー、と、実はですね、ちょっとそれぞれですね、あの統計が微妙にその,あの取り方も違っていますしあの、解釈の仕方で悩むところがあるんですけども、例えばドバイなんかはきっとこの、まあ、モデルに入れて、えっ、ー、と、その、 平均的に成長するような感じで示しているので、まあ、実際としてはなかなかあのこの実態を反映していないんじゃないかな。まあ、かなり、まあ、あのこの状況でも増えているというようなところがあ示されています。あとカタールですが、あの実はカタールはですね、出,出国したら、まあ、 人口が減り、えー、人が入ってきたら増えるというような取り方をしているので、えー、季節性、例えば夏になるとですね、皆さん、あの、夏休み外に出ちゃうんで、あの、こういう、えー、なんだろう、人が減るっていうような現象が生まれるんですね。まあ、その中でですね、カタールは今年の、まあ、5月、6月、 から8月、いつもその、ま、減る時期間にかけてそんなに減っていないので、まあ、あまり影響がないのかなっていうようなあ見方もできますし、一方で、まあ、帰れない人がですね、えー、足止めを食らって帰れない人がいるんで減らないのかっていうようなそういった解釈の仕方もあります。あと、もう一つ思おまんですが、こちらは外国人だけのその人口を示して、えー、いまして、 まあ比較的信頼できるようなデータになって思います。あの、オマーンはですね、えーと、コロナの以前からですね、えーと、この外国人を抑制する新規の外国人労働者の、えー、雇用をですね、停止していたりとかするので、まあ、順調にその、何て言うんですか、減っているというようなところで、えー、この半年間で、まあ、14万人近い減って 人口が開港地の人口が減っているということが言えます。すみません、ちょっと時間が長くなっているんですが、最後ですねクエートの事例を、えー、と取り上げてい、えー、きたいと思います。あのまあ湾岸諸国ではですね、まあ昔からその移民がたくさん いるわけけですけども、まあ、昔からですね、あのいろんな形で移民に対する批判っていうのは出ています。例えば、人口バランスですね、外国人が多すぎる。えー、クエートとか7割、UA、e、とかカタールは9割ぐらい外国人ですので、なんでこんなにいるんだみたいなあ言説というのはたくさんあるわけですが、ただ一方ですね、大規模なその排斥運動とか、そのヘイトクライムとかそういったものはなかなか見られなかったという特徴があります。ところがですね、ええー、最近近年ですね、クエートではですね、あの議会の議員ですとかメディアですとか、 SNS なんかで、もう移民の批判がどん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 ん出てくる、えー、そういう、えー、状況になって、えー、います。例えばこの、えー、右の写真はですね、あの、えー、インスタグラムのインフルエンサーであるですね、あのクエートの方なんですが、美容 に詳しいあの、えー、カッターンさんという方なんですが、まあ、この人はですね、あの、なんかメイドなんか、奴隷、奴隷よみたいな、そんな発言を、えー、としたらですね、あのもう、その移民団体が怒っちゃって、その抗議活動をして、えー、で、この欧米の,その、そ、まあの、化粧品会社の、なんだろう、とも契約してたんですけども会、契約が解除されたとかって、そういうようなあ炎上事件なんかも、えー、ありました。 でこのですね移民へのその、えー、何だろ批判的な言動はですねこのコロナ禍でまあ、またどん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 増幅しているっていうのがクエートになります。えっ、ー、と例えばですね国会ではですねあのもう えー、送金税をしよう取,る取るべきだというのはもう何年前から出ていますし、えー、今年に入って、ですね移民の割当てですね、えー、例えば人口の何パーセントまで各国入れていいとかっていうような、そういったあ議論が実際に出てきて、えー、審議されていますので、それに対してまあです、ね、首相あの、王族の人なんですけども、首相も、な、え、ん、ーまあ、だろうそ、そういったその声に動かされてしまっているというような状況になりますし、あと、えー、もう一人、ポピュリストとして有名な女性議員の,です、ね、あのハーシム議員という人がいるんですが、 まあ政府の対話の甘ぬるいというような感じで、あのどん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 その外国人を外に追い出すべきだみたいなことを言うと、ですねあの外国人からその殺害予告を受けたみたいな、あのそういったあの問題があります。でえー、っともう最後になりますがあのこ の夏にですね、クウェート大学があ新型コロナに関する意見調査を行ったんですけれども、なんかやはり移民とですね、関連して、えー、なんだろう、この、えー、新しい言説、移民に対する批判的な言説が生まれているというところに、あのクウェートの、なんていうんでしょうかあのや闇、闇というか、あのまあ、移民とその国民の対立の、えー、懸念というのが出てきています。えー、っとちょっとあのまた、えー、質疑応答のところで少しお話しできればと思います。以上になります。 はいえー、堀さんありがとうございました、えー、大変あの詳細なご報告いたただきました、えー、多分これはのあの質問のところでも多分出てくると思いますけれどもやっぱりその各国によっていろいろ対応があるなかなかあの悩ましいあの松尾さんの報告と同じようあので指摘されたようにです、ね、移民に頼,頼らざるを得ないでもそれに対する、まあ、どこの世界でも今起こっている排斥運動的なものも起こってきているというところを、まあ、そういったあたりがですね、えーまあ、これから問題にな なるのかなっていうふうにあの聞いててあの思いました。